球が直面するさまざまな環境問題について考える朝日地球会議2016が10月2日から4日の3日間にわたり開催され、国内外の有識者を招き幅広い議論を行っていただきました。オープニングは国民難民高等弁務官フィリッポ・グランディさんからのメッセージにより開幕。初日の全体会議では世界の課題解決と日本の役割をテーマに、石黒博さんによる人とロボットのコミュニケーションについての講演や、東京都知事小池百合子さんによる講演、テーマ別セッションでは農業と復興、教育、ジェンダーなどさまざまな方面について議論が交わされました。自分の人生投資できる何かを渡したいと、従来とは違った人材の活躍の仕方っていうのを、どういうふうに進めていくのかというのをよく議論して、続く2日目3日目はビジネスや人口問題、食や地球環境、 AI、IoT といった最先端テクノロジーのあり方にまでテーマを広げました。いくつかの私たちの活動があります。もちろんスポーツの意味でもトップの座というものをキープする必要があると思います。これだけ楽しい時間空間を作れるんだ、心が通い合う瞬間を感じることができるんだ。これまで1120万本を植えてまいりました。もし誰かが大切に使ってくれるんだったら、これを自分の手から離して、いこうという方増えてくるんじゃないかと思います。まだ実証段階ですけれども、弊社の方でもトマトの収穫ロボットがですね、まだ研究をやっております。急激な高齢化によるリタイアで今まで考えられなかったような集積が起こっていると。日本の農産物の味ですね、これはやはり国際的に見て最高水準だと思うんですね。でそういう森を適切に管理することによって、CO2 の吸収力も高くなるし、水源管有力も高くなるというようなことが可能かなと思っています。AI の技術、AI の関連する技術が織りなす将来像というのは極めて広範なものに及びます。 AI と人間の融合に向かうだろうという方向性を言うことができると思います。 Preparation of tax returns by 48 million Americans。 本当に人間を超えるところまで画像認識の精度は急激に上がっちゃったんです。機械と人間、ロボットと人間、これをどういう形で協調させていくかっていうことがすごくこれから重要ですし、まずはその自動車専用道だともう少し早い段階で完全自動化ができるような形になるんじゃないかなと。前頭葉機能が落ちるので暴力行動に出たりっていうことがおそらく起こるんでしょうと。会場には各協賛企業が環境、テクノロジー、ICT 教育などそれぞれの課題解決に向けたサービスの紹介や商品のデモンストレーションを行い、多くの参加者らの関心を集めました。こうして3日間にわたり行われた朝日地球会議2016は大盛況で幕を閉じました。これからも地球会議は男女の平等、教育、格差の是正、責任ある消費や生産といった課題にも議論を深めてまいります。朝日地球会議2016。